タカサゴダカは、タカカの猛菌類の一種であり、アジアやアフリカに広く分布している。アフリカに生息するタカサゴダカは別種であるという意見もあるが、本種の亜種であるとみなされることが多い。タカサゴダカの外見は、他のオオタカ族アーキピテルの種、例えばアカハラダカエーソロンシスやハイタカエーニーズスとよく似ている。タカサゴダカのメスのオオタカ族と同様に猛菌類の、 中では小型で、体長は26、30センチメートル。丸みを帯びた、小さな羽と、やや細長い尾葉を持つ。オスの成長の腹部は白地に、褐色の島が入った灰色をしており、灰部は灰色である。オスは赤色の交際を持つに対して、メスは、メスの背面は茶色っぽく、オスより、わずかに体が大きい。飛行中の羽を広げたオスを、 下から眺めると、島の走った名色の翼と、黒っぽい翼端が見て取れる。側部の尾葉に帯があるが、ハイタカのそれよりは明瞭でない。中部の尾葉には帯はなく、橋が暗色になっているのみである。幼鳥の胸部の上部には、島と縁があり、翼には細い島があり、尾葉には暗色の細い島がある。成長し幼鳥と成長のか時に差し掛かると、 大河面の大場にくっきりとした島が現れてくる。高砂高の外見は赤原高とよく似ているが、赤原高の老膜は淡い大色で膨らんでおり、足はより黄色く、翼端は完全に真っ黒である。ピーウィーと鳴き、最初のピーの節が高温である。飛んでいる時は鳴き声が短く鋭くなり、キックキ、キックキといった声になる。王朝は、 高砂高の鳴き声を模倣することがあるが、これは周囲にいる小鳥に餌を奪われるのを防ぐためで、あると考えられている。コロッティスバーセカラーを捕食する若鳥。高砂高は、森林や農地、都市部にも生息しているのが見つかっている。大抵単独化、または、つがいで生活する。インドスナネズミマーヤニツハーヤニーなどのネズミ類や、リス類、小型の鳥類や、 トカゲ類を食料とし、時にはヘビを捕食することもある。昆虫も食料にする。普通、小型の鳥類は、高砂カ,カの目から逃れるために、枝葉の中に逃げ込む。ヒメアオカワセミに至っては水中に潜って逃げることがある。しかし、チメドリーが、集団で高砂カ,カを追い返すところも観察されている。地表に現れたシロアリを食べるときは地面に降りる。 夕暮れになると、シナプターススフィンクスなどの小型のコウモリを狩猟する。また、稀であるが死肉を漁るところも報告されている。インドでは、繁殖期は3月から夏にかけてである。オスもメスも巣作りには参加し、小枝を足で巣に運び込む。AB ズスミエリの若鳥。高さ砂高にはいくつかの足が確認されているが、一部の足は別の独立した種として見なされることもある。 形態をもとにした分類では、アフリカに生息する方は本種には属さない独立した種であるとみなせるという意見がある。アッシュ、A.B. センチョロイズは、トルキスタン、アフガニスタン、イラン東部に生息し、体が大きく、体色が淡い。アッシュ、A.B. ズスミエリは、インドに生息し、平野や標高1400メートルまでの低い丘に住む。ゲンアッシュである、A、A.B. ベイディウスは、 スリランカで発見された。背面が暗い灰色である。A.B. ポリオプシスは独立した種とみなされることがある。インドのカーニコバル島に生息する個体は、以前は高砂高の亜種、バトラーイとして分類していたが、現在はカチャル島のオブセリタスと合わせて別種であるニコバルハイタカーキピテルバトラーイを構成する亜種として分類されている。A.B. スフィンユリスは、 アフリカ西部に生息し、海遊性のある渡り鳥である。一方アフリカ南部に生息する AB パリゾーノワズ A スミス1838は、放浪性がある。アキピテルベイディウス。ありがとうございます。